はい、どうも、ゲーム所属のチョコラブです。はい、ということで今回なんですけど、ロッカー紹介をしていきたいと思います。シーズン1から、まあ、フォトナやってて、シーズン1のもう、シーズンとかはない時からフォトナやってて、もう3年以上かな。約まあ3年以上、まあずっとね、コツコツやってきたんで、結構いっぱいあると思うので、僕の持ってるスキンを紹介していきたいと思います。まず1個目のじゃあお気に入りのスキン。海外のね、アメリカ西の選手で使ってる人がいて、それ見てマジで、うわ、もうこのスキン超かっこいいじゃんって思って買いました。で、一時期めっちゃ使ってたんですけど、なんか使わなくなりました。はい、次。バトルパスのスキンなんですけど、ラダークロフト。これまず今でも結構な高頻度で使う。このやっぱ初期の状態が一番好き。ジョルターラ。タイツスキンね、タイツスキン。ヒーロースキンか、ヒーロースキンね、ヒーロースキン。もうね、フォートナイトが続く限りこのスキンは絶対使う。消えない限り、もう2年、3年、4年もずっと使っていけるスキン。だからもう本当に皆さん、買ってください、このスキンは。あ、中の人じゃないです。はい。エピックの中の人じゃないですけど、これは買ってください。買っといてマジで損ないです。マイナス、金マイナスもね、むっちゃいい。普通のマイナスじゃないんだよね。金の方なんだよね。俺が好きなのは。これもね、海外のね、カナダっていうね、選手がね、ずっと使っててね、それも、もうこれもね、憧れて使ってたんだよね。イザベル。イザベルもね、いいよね。イザベル。どっちも可愛い。変装できるからね。俺は結構、有利なのかなって思う。競技とかで使ってたら。あのスキンむっちゃ削ったぞって言って詰めたけど、あれ？なんかスキン違うぞってなる可能性はなくはないからね。カスタマイズドキャプテン。このスキンはね、ネスさんとトリを組んでる時にいただいたスキンです。エムさんとね、俺が、ネスさんからいただいたスキンです。この通り、これでね、揃えてた時期もありましたね。はい、次、クノ。クノはね、もう、なんか誰もが好きなスキンだよね。クノ嫌いな人なんているのってレベルで、このスキンはもう安定だよね。あ、これもお気に入りです。今お気に入りしました。はい。グートルーパー。やっぱね、かっこいいわ。かっこいい。この、なんだろうな、ちょっとだけ初期スキン感がある感じ。その、シンプル。うん、シンプル。シンプルだけどちょっと個性的みたいな、そういう感じが、むっちゃかっこいいね、このスキンは。グールトルーパーは。サニー。このスキンはね、俺は結構好きかな。スリムだし。あと、髪色が好き。この緑。緑がすごい好きだから。ジュールズ。これのなんでお気に入りかっていうと、まあ、普通にこの状態も、全部かっこいいんですけど、この状態が結構好きで。なんでかっていうと、ADS すると、この、仮面が、下がるんですよ、ADS するたびに。ADS したら下がって、ADS 外したら上がって、下がって上がって、下がって上がっての繰り返しするのが、めっちゃ面白くて、っていう理由で入れてます。スカージ。スカージね、これも気に入りに入れてます。やっぱ、クロスキンってやっぱかっこいいよね。ツルテテクニック。トリオの FNC つけてるときに、一人でね、ウィーク1の決勝かなで、一人で10球ウィンしたんですよね、一人になってから。その時に使ってたスキンがこれで、このスキン使ったら強くなるっていうのがあって、このスキンをずっとお気に入りに入れてます。パーティーディーバー。なんかこういうタイツ系のスキンって使いやすいんですよね。すごい。あとお団子頭だからです。僕すごいお団子頭のスキンがすごい好きなんですよね。なのでお気に入りに入れてます。モーグルマスター USA。 やべえ、マジでさ、モーグルマスターの USA って言ったらマジでスカくんだよね。ワールドカップ時代のスカ君ってイメージが本当に今でも強い。モーグルマスター4つあるんですけど、僕 USA が一番最初に買ったスキンですね。そう、このチャイナが今のところは一番お気に入りです。でね、これはね、小籔さんからもらったエル・チャプリン・コロラドです。CH スキンね。これなんだろう、この体勢。この体勢。なんだろうね。すごい珍しい体勢だよね。はい、次にサーフイッチ。まあ、今だとすぐハルキオさんのイメージが強いよね。このスキン使ってる人は、うわ、なんか戦いたくないな、みたいな。なんか強そうだなっていうイメージがあるから、おすすめです。はい、次、サイレン。サイレンね、すごい、いいよね。ネフさんのイメージがすごい強いよね。ネフさんとトリオの固定組んでた時もね、合わせるスキン迷ったな。なんか変えたいよね。でも何しよう。あ、サイレンっていう、そういう流れがあったからね。あ、サイレン、あ、オッケーオッケーオッケー、みたいな。で、まあ、トリオで固定組んでる時に使ってたのはデフォルトの方だけど、まあ、個人的に好きなのはこっちかな。ノワールの方かな。で、スプラタレラ。これはね、なんでお気に入りに入ってるかっていうと、これも海外勢なんです。これも海外勢の上手い人が使ってて買いました。
なんかラマをモチーフにしたスキンってあんまりないから、僕はすごいこれお気に入りでありおすすめです。ティガレス、ティガレスはお気に入りに入れてます。これもね、やっぱ緑が入ってるっていうのがポイント高い。そのあとこのシークワーサーって被ってんのが可愛いよねっていうのでよく使います。で、ビクトリアセイント、海賊みたいな雰囲気なのがすごくかっこよくて買いました。ポイズドプレイメーカー、まあ、やっぱサッカースキンはかっこいいっすね。どれもこうやって見て、これなんですけど、まあ、結構このスキンが自分に定着してはいるとは思うんですけど、このスキンはですね、僕がこのゲームを始めてから2番目に買ったスキンですね。このスキンには本当にお世話になりました。ステージ0の時もね、これずっと使って買ったし、本当にずっと使った。これからもね、使っていこうと思います。で、雪だけ僕は RM ベイカーセットの中の雪だけちょっと僕はお気に入りにしてます。これは、はい、単純に可愛いからですかね。はい、次、リコンエキスパート。このスキンも結構なんだろう、何使おうってなった時にリコンエキスパート、あ、じゃあリコンエキスパート使おうみたいな感じのに結構なるんで、海外勢の強い人もね使ってるんで、このスキンおすすめです。次、ナビーナ。このスキンもなんか緑だから、緑でかっこよかったんで買いました。デフォルトの方が好きかな、これは。フェラーリスキンね、これも使いやすくて僕はすごいおすすめです。で、オーラ。オーラはね、これはもうみんな持ってると思う。てか、持ってない人いないんじゃないかな、このスキンは。あ、もうこのスキンはもう神です。で、マニック。マニックも海外の選手が使ってて、それでかっこいいなって思って、ずっと使ってます。って感じで、僕のおすすめのスキンはこんな感じです。じゃ次に、バックアクセサリーですね。お気に入りのだけ紹介していきます。まあ、これは、なんだろう、なんかよくわかんないけど、入れました。かっこいいからっていう理由で言いました。はい。これは、僕とエイムさんのお気に入りのスケルトンですね。スケルトンと豚のトーンをかけてスケルトンです。指数、これもさっきのね、スピードフォースと一緒でかっこいいからっていう理由でお気に入りにしてます。はい、スパイダーシールド、これはなんかごつくてかっこいいからっていう理由で入れてます。で、レッドシールドの、レッドシールド、レッドナイトの盾ですね。これはこれもかっこいいよね。はい、次、シャドウウィング。シャドウウィングはもうね、もうこれも中に臭い、中に臭いやつ、なんだろう、やっぱ中に臭いのがかっこいいよね。っていうので入れてます。はい、で次、これはサンスプラウト。これはね、かわいい、かわいいから、かわいい、このひまわりかわいい、もうニッコニコ、もうニッコニコ。これはスペクトルスパイン、背中の骨っすね。これは結構シンプルなんだけど、なんだろう、スキン単体だとちょっと物足りないなって時とかにこれをつけると結構いいかなって僕は思います。はい、次、シャッタードウィング。シャッタードウィング、これはドリームのやつ、羽ですね。まあ、これも一時期流行って、もう僕がそれに便乗して使ってたら、もうなんかいつの間にかお気に入りになってたって感じですね。リベンジリオンケープ、これはほんと昔から欲しくて、で、まあそのままもうずっとおすすめにあります。次、ハミです。これはもうただに可愛いからです。可愛いから入れてます。次、スノーブランド。大きい剣のバックアクセサリーはいっぱいあるんですけど、ちっちゃい剣のバックアクセサリーってのがなかなかなくて、まあ、これがちっちゃい剣でめっちゃなんかかっこよかったんで、お気に入りにしてます。はい、じゃあ次、ツラシ。ヒットウーマンズグラップリングプロ、これはなんか遅延ゼロみたいなツラシですね。はい、次はハーレーヒッター、これハーレークイーンのバットですね。でサイキックブレード、まあ、こういう系のツラシなんかめったにないからっていう理由でお気に入りに入れてます。デュアルカタナ、これは忍者のツラシかな。これも刀かっこいいなっていう、もうそういう理由で入れてます。はい、次、リヴァイアさん。リヴァイアさんは何だろう、なんか特徴的なツラシだから、右手でツラシ打ったら次左手でツラシ打ってみたいな感じで、これもかっこいいです。はい、次、キャンディアックス。キャンディアックスは結構好きな人多いんじゃないかな。次、アクスカリバー、これはシーズン2のバトルパスのツラシですね。これはまあなんでお気に入ってるかわかんないですけど、 SL1C3、 なったらこうたら、これはこっちの方が、このデフォルトの方が好きです。はい、次、エリーミントアックス。これもね、見た目がめっちゃ好きでお気に入り入れてます。フローレス、これはね、音が良くて入れてます。これはなんで入れたかよくわかんないです。多分海外の上手い選手が使っててとかだったと思います。ファンタズミックパルス、これはいろんな色に変えれるんですよね。こういう緑とか、そういういろんなパターンがあるのが
わすげえお得だってなって買って、でハマってお気に入りに入れてます。ゴールドグロー、これは音が良くてお気に入りに入れてます。ショートブレッドスライサー、これも結構音が良くて、あと可愛いね、見た目が可愛いっていうので入れてます。スターワンドはもうこれ安定、もう安定だよね、もう言わずもがなって感じ。サットアックス、これも音ちっちゃくてね、使いやすいからお気に入り入れてます。ビジョン、見た目がかっこいいからっていう理由で入れてます。次、死神のコマ、もうこれはね、これこそもう見た目でしかないよね。音むっちゃうるさいけど、もう見た目かっこいいからさ、死神のコマはマジで好きです。で、次ドライバー、ドライバーはなんで入れたのかわかんないですけど、多分音が良かったとかそういう理由で入れたと思います。はい、次アイスブレイカー、これは今でもずっと使ってます。音もいいし、まあ、見た目も結構、まあ、コンパクトな感じは、まあ、僕はちょっと結構使いやすいのかなって感じてます。はい、じゃあ次グライダー、ドラガゴーン、まあ、これは今でもねずっと使ってるんですけど、一回売っちゃったんですよね、弱体が食らった時に。でもやっぱ可愛いなってなって買い戻しました。次メログライダー、これね、この分かってほしい、このグライダー開いた時のこの顔がめっちゃ可愛くてお気に入り入れてます。これはまあ単純にこの上にいる鳥がかっこよくてお気に入りに入れてます。スパイアファイア、これは海外勢の強い人が使っててお気に入りに入れました。これはオリー、これは、まあ、リードが使ってるってのもあるし可愛いからお気に入りに入れてます。次コメットクラッシャー、これは、まあ、ノル系が僕あんまり少ないんですよね、ノル系のグライダーが。なのでノル系のグライダーでかっこいいのないかなって探してたらこれがあって、これをお気に入りに入れてます。で、次にマジックウィング、これはもう結構昔に買ったかな、めっちゃ綺麗、綺麗っていう理由でずっと使ってます。コーラルクルーザー、これはまあ曲が良くて買いました。この BGM っていうか、はい、この音楽が、はい、この音楽が良くてお気に入りに入れてます。ハイパーボード、これはまあ上に乗る系でかっこいいからっていう理由でお気に入りに入れてます。フラッピーフライヤー、フラッピーフライヤーはもう見たらわかるよね、もうアホそうなこの鳥がね超かわいいの、はい、もうそういう理由で入れました。紙飛行機、これは音が静かだからですね、音が静かだからっていう理由でお気に入りにしてます。スノーフレーク、これはシーズン2で買ったらもらえる傘ですね。傘の中で俺は一番好きかな、これはずっとお気に入りに入ってます。はい、じゃあ最後にラップだけ見せて終わりたいと思います。マグマラップ、ディバイン、ニューイヤー2020、フィスティブペーパーで、レモンゼストに、クラフトダンボール、ステルスブラック、フィッシュフェイス、ブルーメタリックですね。この中だと、まあ、ステルスブラックとクラフトダンボールをずっと使ってました。僕の持っているラップはこんな感じです。はい、ってな感じでいかがだったでしょうか。もしねこの動画が良ければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。またこんな企画やってほしいよみたいなことあったら、もしよければコメント欄に書いてってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。おつちょこ、バイバイ。